はい、皆さんおはこんばんちは、シュアですね。今回挑む幻のダンジョンは、神様。神様はね、休みの攻撃に、デインが痛いということなので、はい、装備こんな感じです。デインとブレスに雷、そのあたりの耐性、そして食べ物は、スラマンセットで休み対策、そして必ず持っていく道具に、これ目覚めの花を持っていきましょう。ラリフォーマーをしてくるんでね、まあ全員が同時に寝なければ大丈夫というところで、それでは行きましょう。準備完了。ただね、今回の鍵は俺のじゃないんでちょっと怒ってもらってますけどねっていう。神様鍵最近だからね、あんまり出てないっていう。神様に挑戦、ゴーゴー、よろしく。さあレッツゴー。ボゴニャチは、私もボゴニャチはを持っているのだよ。さあ神様はゲージまたぎでいてつくはず。ここまで来たそなたらなら知っておろ、わしは神様じゃよ。ところでどうじゃ、わしと戦ってみんかの。神様の弱点はドルマなんで、負けん乱舞で攻めていこう。いきなりリベホイン、煉獄火炎、ね、83、通常攻撃もそれなりのダメージ。これがね、被るとね、とりあえずまあ1回目は防御で煉獄火炎を。さあ煉獄火炎をしのいでから一気に攻撃、結構なダメージ。ちょっと魔剣乱舞の回復、一発ギャグ。 あんた僧侶かい？ええ僧かい？ええ僧侶って言ったの、ちょっと意外に早くて読めなかったっていう。まあ休みのタイミングでゲージだけは絶対またがないようにっていうのが重要。ジゴスパーク貯めてるね。とりあえずアクブレで回復してピオリムを行こう。あやっぱ確認してなかったな。なんだったっけ、スキルフィニッシュと25タイムと死なないで。そんなステークパンツもう捨ててこい。俺だけやめてやめて、早く治って。 90% なのにすごい。そしてジゴスパークは呪文扱いか、それとも特技か。おお特技だ、特技。痛い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 、多分ベホマラックんだろう。いいね、ありがとう。さあそろそろ1回目のゲージまたぎ、捨ててこダンス。はい、結構みんな食らったね。休み体制を別に入れないとね、 90% カットのはずなのにね。おお、ベホイムベホイム、おっと、しずくありがとう。別に多分なくても大丈夫だったと思うけど。ピオリムピオリム、煉獄火炎のタイミングに合わせて黄金竜をしてもらえると、ちょっと目覚めを節約しとこうかな。ゼロになっちゃうと起こせなくなる可能性あるから。休むね、 90% なのに。やっぱベッド休みの体勢をつけるべきか、休みは素直に我慢するべきか。煉獄火炎、 結構くるくるくる。これは回復待たないと先行っちゃダメなやつ。マルチのあるあるだ、一人に全部使っちゃうやつ。これはカルチョさんの回復待たないと絶対に行っちゃダメなやつだよ。それあかんって。
今またいだら死ぬよ。ほらダメなんじゃないか。捨ててこダンス。うわ全員やばい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 。自己スパーク、自己スパーク来る、自己スパーク来る。はい来たー、はい事故った。どうしてゲージ溜まってる時にまたぎに行くかという。ベホマラ、これでまあ完全回復かな。ベホマラ間に合うな。で、凍てつく食らって悪ブレ。すさまじいダメージ。最終ゲージは一気に突破しないと危ないからね。よし、この辺で一回ヨリム。煉獄はまたがないとね。さて間に合うね。そう、防御中に一発ギャグで休みになるとね、防御が外されるのが痛すぎるんだよね。さあまだ2本残ってるね。まだ超えたくない、またまたぎたくないな。自己スパーク今のうちにまたぐか。これはもう今のうちにまたいどくべきだろう。自己スパークまでに治るだろう。おいおいおい、通常攻撃。そうナイス、2回かかっても1ターンで治るから。マラー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 はいらないね、いらなくなった。マラーを待ってほしい、待ってほしい。自己スパの後に即ベホマラーできる準備をしておいてほしい。はい、間に合ったか、際どい。間に合ってね。ひぃ、ナイスベホマラー、ダブルベホマラーか。これは一気に戦況回復。いいね。さあダメージ与えていこう。で作れ、これがねちょっと防御だな。最終ゲージは光ブレス、凍てつく波動プラス光ブレスが確定できたはず。まだめくっちゃダメ。黄金竜、これいいな、俺食らうな、間に合わん。まあ俺は氷ブレスマシマシだから全然食らわないはず。ほら156、十分食らってるけど防御なしでこのダメージだからね。回復回復。あダメだ、またいじゃダメよ、またいじゃ。防御防御。よしよし、再防御。俺が行こうかな。煉獄火炎、よし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 、これでまたごうか。
回復はしてね。防御防御、よし行くぜ、行きます。悪ブレ足りない足りない光ブレス返ってくるよ。凍てつく波動からノート、そこで行きますか。ありがとう。おお、すさまじい、ナイスベホマラー。よりもしとこ、あとは一気、もう死んじゃってるからね、もうこの復活の石使った力押しでいいんじゃねえかな。いけ集中攻撃いって、あー眠りはまずい。いけるか、いくか、いくだろこれ。最終ゲージ自己スパークの前に、よし行ったろ、お疲れーっと。神様強い、まいった、こうさんじゃわしの出る魔役はないよじゃな。あーゴールドはやめてって、マジゴールドはやめて。報酬報酬、世界中の雫ゲットだぜ。ひどい報酬だ、ひどい報酬を見た。しかし無事神様抹殺であるひどい報酬を見た。あ、一度も死なないでは失敗してしまった。まあね、ちょっと安全に言ってね、一度も死なないでもぜひとも達成したいところ。よし、冒険者バッチゲット。はい、というわけでね、無事、神様抹殺成功です、ね、これでバッチにも神様のバッチゲット、ね、こっちかな、幻の神様、じゃあこれを神様に変更と。神様に挑戦。はい、ということでね、バトマスで行くとゲージまたぎが危ないんで、この海賊の安定耐久タイプで行ってみよう。逃げろ。ここまで来たそなたたちなら知っとるじゃろ、わしは神様じゃぞ、ね、まあまず開始は防御スタートがド安定、割と戦ったんで今これ5戦目なんだよね。煉獄火炎はできれば防御で超えたいが、まあまあバフかけれるんならいいんだけど、まあ発動しなかったんで、素直に選手は呪文を覚えにし、まあ煉獄火炎は安全に防御でまたぎましょう。タタウタよりもね、悪ブレ持っていってね、回復にした方が安全かな。瞑想か悪ブレの方がいいんじゃないかな。おっとっと、防御ができてない。まあ悪ブレでこっち行く、攻撃重なっちゃうと危ないけど、お、まあまあナイスベホイム。さあとりあえずゲージまたぎ前までダメージを与えていきましょう。まあ、自己スパのダメージがやばいんで、自己スパは確実に防御。魔剣乱舞までいっとこうかな。そして1本目のゲージまたぎはね、よっと、凍てつく波動されないんで、あんた僧侶かい、え、僧侶大丈夫だな、へっちゃらよ。お、間に合ったか、際どいとこだ。あ、間に合った間に合った、ラッキー。さあ
ダブルバフの状態でとっととゲージまたいじゃいましょう。安全にまたいでいく、安全に。自己スパークの後は煉獄火炎といて作れ息が来るから、これダブルバフだったらね全然ダメージ食らわないんで気にせずとっととまたいちゃいましょうと。はい、依然食らうけど今回はスラマンセットじゃないからもうほぼ確実だね、野戦に食らうのは。はい、67とか大したことなしに。さあ問題はこの次のゲージまたぎは鉄く波動と同時だからね、ちょっと考えないと。とりあえず連1ゴールドで1ゴールド。まあ歌とね黄金竜降臨で常にフバーホをね途切らせないようにプレイすると安定するね。煉獄はダブルバフなら大したダメージではないと。このまんまねとっととまたいじゃった方がいい可能性も高いね。はい、眠る眠れ。自己スパダメだな、これは防御だな。ガードしよう、ガード。危ない危ない、行く。まあ部屋主の選んだことなら俺たちに何か言えることはない。治った瞬間に防御できることを祈ろう。まあ耐えれるだろう。大丈夫かな。大丈夫大丈夫。さあ次のゲージまたぎも凍てつく波動がないからバフかけて一気にまたいじゃおう。ビホマラさんもらえるなら。さあとっととまたいじゃいますか。目覚めの花かぶるのがもったいないけど、まあまあ全部使い切るまでには倒せるからあんまり気にしなくても。はい、アークブレード。まだ煉獄だからねとっととまたいじゃおうか。ちょっと足りない、とっととまたいじゃおう。はい、捨てていこう。全員食らう。はい、今絢爛部入りますね。さあ最終ゲージ、最終ゲージの時間が近づいてまいりました。1ゴールドで1ゴールぞ。ハッスルダンスの回復量で十分だな。次事後だろう。この辺で刻んで止まって事後を超えて最終ゲージまたぎに行きたいとこ。俺かい。防御防御。最終ゲージはいてつく波動プラス光ブレス。このあとベホマラーを1回もらって起きたね。やっぱり
行こう。2回はいらなかったかな。大丈夫か、いいのか。さあ行くぜ。もう集中攻撃ひたすらやろう。回復は薬草で。いけいけ、ひたすら集中攻撃。倒しきれるか。ナイスバフ。これで手つくダメージが減る。まだアークブレードもある。これで俺に重ならなければ倒せる。いけいけ、一発ギャグいったか。倒しきったろ。足りないか、ちょっと足りないか、ちょっと足りないか。薬草ない、ちょっと足りない。あ、連打連打連打。ドラゴラム、よし。しずくなしでのパーフェクトクリア、 OK。 はい、ということでね、あんまりバトマスでダメージ出してもしょうがないからね、海賊やスーパースターなんかで最終ゲージと凍てつく波動のゲージだけ気をつけると安全に神様は倒せますということが分かりましたね。ふぅ、まあこれ5試合目。捕手、神様の盾、盾2個目だな。現在ね、ブーメランと盾しか出てない、ブーメランじゃないや、扇と盾しか出てないんだよね。もっと神様のね、頭と上下が欲しいんだけど、まあしょうがないか。はい、ということでね、無事雫なしでね、パーフェクトクリアできましたんでね、これで神様は OK かなということで。よっと、はい、ということでね、もう無事神様をね、冒険者バッジ、幻の神様を倒すことができましたということでね、これで幻い鍵は終了です。さあそれじゃあね、あとは次からはギガ伝説級に挑戦していきたいと思います。それじゃあね、神様戦見てくれた方はありがとうございました、ギガ伝説級の鍵のボスたちでお会いしましょう。それではさようなら。